大学の教授が私の恩師が、日本酒は今精米技術が上がり、美味しいお酒ばかりに、美味しくないお酒探すのが難しいぐらいだから、これからは話題性のある日本酒を作っていかないと残っていけないってずっと言ってまして、その中の一環でお米の赤いお米から、から赤い色のお酒を作ってるところはまだないから、赤い色のお酒ができるかどうかやってみようということで始めたお酒です。初めは寝かせるつもりが全くなかったのですが、その寝かしたお酒を飲んだこともなかったんでイメージもなくて、新酒で売ってしまうつもりで、初めの1年目少量作ったのがすぐに売り切れたんで、調子に乗って大量に作ったら余ってしまってでどうしようって思ったまま10年以上経ち、その頃にその熟成酒に詳しい新亀酒造の専務に、こんなお酒があるんですと持っていたところ、お前の蔵にも宝が眠ってたんだな。その満開を作ったきっかけのもう一つが、日本酒はお米しか使ってはいけない飲み物だから、米と水だけの日本酒を、その仕込み配合とか麹の量とかで、その色味の幅をたくさん出す、でこの甘酸っぱいお酒にしたり、今まで飲んだことない日本酒をお米だけで作り出すっていうのが楽しいだろうって先生が言われて、で日本酒だけど今までにない味を作っていこうっていうので、いろんな研究を先生とやりましたっていうのが